皆さんいかがお過ごしでしょうか。みゆです。私最近引っ越しをしたんですけど、今日は引っ越し先で使ってるお気に入りアイテムみたいなのを紹介したいなって思ってます。っていうのも引っ越して1ヶ月ほど経ったんで、やっと荷物とかも片付いてきたりとか、ちょっと落ち着いてきたので、ルームツアーまでできるほど広いお家ではないんですが、部屋で使ってるものだったりっていうのを紹介したいと思います。ほとんど前のお家から持ってきたものが多いんですけど、コスメとかもちょっと新しく買ったものだったりとか、以前から使っててすごい気に入ってるものとかもちょっと紹介したいなと思ってるので、楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは私のフェイバリットシングス10個どうぞ。まず1つ目、キッチンの向かいに置いている食器棚シェルフです。これは IKEA で購入しました。イーバルっていうやつなんですけど、パイン材でできてて、で前の家に住んでる時にブライワックスでワックスがけしました。でダークオークのワックスを使ったんで、だいぶ色が黒い感じになってます。もともとの色がこの色なんですけど、結構違いますね。全体的にはこんな感じで、私の新しい家が収納があんまりないから、上はキッチンで使うもので、下がね本棚になってます。本棚って言ってもちょっとサバ缶とかも結構ストックがいっぱいあったりとか、あとこっちは結構文庫本とか小説が多くて DVD とかも置いてあります。で下はちょっと長い本がブワーっと置いてあったりとか、あとはまあキャンプとかで使うガスコンロだったりキンチョールだったりとかミキサーとか置いております。プロテインとザ・グレートバーガーで購入したバターミルクパンケーキミックスとオメガ3のカプセルです。で上は毎日ここは使うコーナーです。もうこれは LINE ライブを見てくれた方は知っているパナソニックのコーヒーメーカーでいつもお世話になっております。でこれバリミューダのポットで、ライオンコーヒーと、あとまあ紅茶もよく飲むのでお茶っ葉、あとはムディカフェの紅茶だったりとか、紅茶だったりとかコーヒーだったりとか、これ沖縄で買ったコーヒーだったりとかっていうのが入っております。ワックスがけして1年くらい経つんですかね。いい味が出てきた気がしてる。ちょっと一つだけまだ塗ってなくて、前の家ではこの板使ってなかったんで塗ってなかったんですけど、ちょっともうちょいしたら塗ろうと思います。これは前の家からずっと使いたかったんで、1年以上前に買ってたんですけど、つけるタイミングがなくて今回この家に設置しました。ちょっと前の家のサイズ感でカットしてもらったんで、だいぶここザ・有効ボード感があるんですけど、いろいろ飾ってます。まだフックとかが全然足りひんくって、もうちょい DIY コーナーみたいな感じでできたらいいなと思ってるんで、もうちょっとフックだったりとかカゴ、ボックスだったりとかっていうのを買ってこようかなと思います。バッグを紹介したいと思います。まず1つ目はチャプターヴィンテージ鎌倉の、オリジナルレザーバッグです。これは1年前の夏に、ゲットしたんですけど、当初の写真がこちらで、今、1年ぐらい経って、日焼けだったりとかいろいろこう使い込んでいるうちにだいぶ色が変わって、めちゃめちゃいい飴色になっております。でまだまだ多分色変わってくると思うので、ちょっと今回は記念ということで、こんな感じの、
ああいいですね。影になってる部分はまだちょっと色が浅い感じがしてて、下にかけているのが、手仕事さん、沖縄にあるカバン屋さんなんですけど、これあのテントとかに使われる素材でできているのですごい丈夫です。で雨とかにも強いバッグになってます。このバッグを買った手仕事さんの工房、そのお店に工房がついてるような形になってるんですけど、そこで有効ボードがこう全面に貼ってあって、で工具とかあとそのクラフトで使うものだったりっていうのをブワーって並べてあって、もうめちゃめちゃかっこいいと思って、でそれを参考に有効ボードを家に買おうと思って、買いました。はい、私が使ってる、タンブラー7個です。で、一つ一つ紹介していくとですね、ナルゲンのボトル、これがスノーピーク、これ丸々あのカンカンを入れて保温保冷できるっていう優れものです。で、竹屋の給水口がこんな感じでバッテンがあるんですけど、こうガブ飲みしたい時とかにも氷とかあの流れてこない、あの冷たいドリンクをここに氷とともに入れる時に使ってます。はい、で、次コークシクルバイバイペットボトルっていうのをコンセプトに、ステンレスボトルだったりとかマグだったりっていうのを作っているメーカーさんのものです。下は日常で使ってるものです。これとかは、まあ、皆さんスタバに行ったらレジ横にあるやつですね。これはスタッフさんから、いただいたニューヨークのお土産です。ここにニューヨークシティ、タイムズスクエアで買ったのかな、はい、ニューヨークでのお土産でいただきました。最後、はい、これは私のオリジナルのタンブラーになります。もう毎日のように使ってるので、だいぶ変色しちゃってるんですけど、毎日コーヒーを入れてるからなんですよ。お水入れてたら変色しないんですけど、はい、これはもう毎一番毎日使ってます。なんといっても容量がトールがすっぽり入るサイズ感になってて、めちゃめちゃおすすめなんで、ぜひタンブラー迷子の方は買ってください。ワンタッチで開けれるのですごく便利です。ということで、私の使っているタンブラーを紹介しました。はい、続いて最近購入したコスメを紹介したいと思います。トーマンのアイシャドウで、これ3個目ですね。1回目はもうちょっとオレンジ味のある色を購入してたんですけど、私はブラウンが好きなので何番だろう、2回購入しました。これはナチュラグラッセのモイスト BB クリームっていうのを購入しました。最近毎日使ってます。で、最後にちょっとこれコスメとかじゃないんですけど、スミカのルームスプレーです。もう初めてワンプッシュした時に衝撃的な香り、私は追加で購入しました。次に紹介するのは、私が普段使っているサングラスとあとメガネです。はい、これもう何年前に買ったかもわからないんですけど、結構3年ぐらい使ってるのかな、3年ぐらい使ってます。度入りって言ってもそんなにがっつり度入ってないんやけど、でブルーライトカットなのでパソコンとか触るときに使ったりしてます。かけるとこんな感じです。めっちゃブルーライトカットやからめっちゃ反射が青く反射するけど、パソコンとか、触るときにめっちゃ便利です。次は、
これはサングラスですね。これも2年前か3年前に購入しました。表参道の骨董通りにあるクレードルというところで購入した BJ クラシックっていうブランドのサングラスです。日本のメーカーなんですけど、割なんかちょっと海外のブランドっぽいデザインになってます。こんな感じで、ちょっとアメリカのブランドなんかなと思ったんですけど、福井のメガネで有名な福井のブランドです。でこれは運転してる時とか、あと日差しが強い時に重宝してます。こんな感じで、ネブラカプセルです。まあ言わずと知れた有名なプロジェクターなんですけど、前の家から使ってて、で前の家あんまり一面白壁のなんていうの、白壁のエリアがなかったので、ベッドルームの白い壁に、まあ、なんせテレビを置く場所がなくて、もう最近テレビ代わりみたいな感じで毎日のように使ってます。でもこれがネットフリックスとアマゾンプライムと YouTube とかしか見れないので、最近はネットフリックスで呪術廻戦をこのプロジェクターで見るのにハマってます。はい、こんな感じで YouTube 見れたりネットフリックス見れたりします。そして私が今見てるのは、あ、呪術ありますね。最近ちょっといろいろ見てるんですけど、こんな感じ。ということで、新居に来てからのお気に入りのアイテムを紹介しました。部屋そんな広くないんですけど、もうちょっとだけ、あと段ボールがまだ2つぐらい片付けてないので、それ片付けてもうちょっとルームツアーとかもねしてみたいなとかって思ってます。ということで、最近 Vlog が続いてますが、カバー動画とかもちょっとずつアップしようかなと思っているので、ぜひチャンネル登録したり見てみてもらえると嬉しいです。それではありがとうございました。バイバーイ。